声優、久下靖道さんが去る4月1日に46歳で亡くなったことを、所属事務所のマウスプロモーションが4月7日に発表した。葬儀は近親者のみで取り行われたとのこと。久下さんは、ハルク、スマッシュヒーローズ、アルティメットスパイダーマン、アベンジャーズアクセンブル、などの作品でハルク役を演じたほか、BANANA、FISH、ミリアム、キッカード役、宇宙戦艦ヤマト2202、愛の戦士たち、などのアニメ作品、外が吹き替えなどで活躍した。ネットの声、インボイス制度で声優さんの大部分が廃業すると言われています。皆さん大変な仕事なのに誇りを持ってやっています。悩んでいる人はたくさんいると思うのでこれ、異常犠牲者が出ないことを願います。声優さんってどんなに実績や経験があっても、オーディションからだし、セリフの量に差があっても柄は同じと聞いたことがあります。憧れの職業だと思うけど、ストレスから解放されない仕事だと思います。ご冥福をお祈りします。一部の売れっ子声優を除けば、そうでない多数の声優さんたちはまさに死活問題だ。近年のアニメブームで憧れだけで好きな仕事につけた範囲が、生活維持できないとしたら社会問題だろう。声優という仕事の闇が浮き彫りになりつつある。こうしたケースをきっかけに一度、この仕事の実態を詳しく調査する必要がある。声優に憧れて専門学校を卒業しても仕事はそんなに簡単には見つからない。仕事についても賃金は安くそれだけで食べていける保証はない。それが現実なのでしょう。声優に限らず役者や歌手、楽団員、絵描き等々、この声優さんのツイッターを見てきました。去年ある時から更新が止まり今年の元旦のツイートで去年の後半何かがあったことがわかりました。闘病されていたのでしょうか。まだまだお若いのに残念です。ご冥福をお祈りいたします。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録もお願いいたします。梅南光。